プリマザフ10番クリニック大場です。本日は、化学計画大術、タネ目形成とかグラマラスライン形成とか呼ばれる、術式についてですね、投与のやり方を説明させていただきたいと思います。化学計画大術は目を下方向に大きくする手術ですね。でこの下方向といいましても最外側だけを下げてあげて目を垂れ目にせずに切れ長にするっていう要望があります。化学圏拡大術の、バリエーションとしては、大きく分けて4つですかねあります。下げ方がその最外側、外側、中央、そして内側ですね、下げる位置を決めて行っているんですけれども最外側だけを下げると外側の白目は大きくなってでも垂れ目にならないで切れ長な感じで自然な形を希望される人はとって行っています。それからやはり目を垂れ目が優しい感じにしたいなっていう人は最外側と外側あたりを下げる。そうすることで、自然な垂れ目になったりもっとそれを強調したい場合は中央のところから下げて、しっかりと垂れ目にするというそういうパターンもあります。あとは、ちょっとアーモンド型の形にしたいなというそういう要望もたまに受けるんですけど、そういう場合はですねこの中央のところから、綺麗なカーブが描けるように下げてまいります。ただしその中央の方まで下げることでですねこの黒目の下にこう白目が出てきてしまういわゆる三白眼という、状態になってしまいます。その状態は、人相学上好ましくはないと言われていると思うんですけど、希望によってあるいは目をとにかく大きくしたいという場合にはある程度三白眼は許容できるという人にはですねそのあたりまで拡大をすることにしております。それではですね、代表的な症例を狂乱して説明させていただきたいと思います。1例目の方はですね31歳の女性です。目をちょっと大きく見せたいということと、逆さまつげもともとは傾向があるのでそれも直したいなということでですね当院で、化眼圏拡大術に目尻切開それから逆さまつげの手術をコンビネーションで行っています。2例目はですね、26歳の女性の方です。この方は目尻切開に、化眼圏拡大術ですね、この2つの術式を組み合わせて行っている方です。それほど大きな変化は望まれなかったので、自然に外に大きく、下に大きく、優しい雰囲気にしたいという、ひとまずちょっと目を、下方向に大きくしたいという、そういう希望から、行っております。垂れ目のご要望ですね、下方向に目を大きくしたいとか目の形を、希望に変えたいというご相談ですね、些細なことでも結構です。当院まで、お気軽にご相談にいらしてください。ご視聴ありがとうございました。